ょう。ほんま好きやなブース。いやいやいや、怖い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 。怖いやつ。流れが変わったぞ。おめでとう。北斗無双のポテンシャルを今まで一度も引き出せてないので期待してますね。もう入っちゃったらこっちのもんです。そう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 。緑保留。おお、マジ覚醒いきますね。これちょっとなんか流れが来てんじゃない。島全体の元気が。気づいたけど私両サイド当たってるよな。両サイド、あー候補リュー両サイド確変中ですよ。はい、3人で一緒に。そうですね。いやっていうか私ちょっとなんかやばいな。ドキドキしたぞ。駆け抜けそう。駆け抜けないよさすがに。ね、いいですね。ちょっとこれ流れ、いやー乗りたいなこれは。ご覧出たよ。あでもタイトル赤なんでまだ分かんない。しかもセリフも赤、うん、意外とある。いやこれ流れがちょっとあった。そろそろ来てほしいけどな。いやちょっとこっちはこっちで。いや嘘でしょ。何にも来ない。天使のあと何回転。あともう50回切りました。おあでもでも、まあ、まだ大丈夫。ちょっと頼むよ。キリンキリンキリン。うわあ無理や。やだ、どっちもピンチ。どっちもピンチ。回転あと20回です。ちょっといやだ。いやまだまだあるから20回転。いや本当にやだ。ちょい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 。おいちょいちょい。まだ諦めるのは早いかもしれない。発展はしますね。誰が来るの。誰。ある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 。まだある。よっか。頼むぞ。これラストチャンスだと思う。いや隣の人すごい。オッケーオッケー。あるある。これ奥義出たらいけるな。ここで当てれたらかっこいいよ。うわボタン。お、ある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 。頼む。いけいけいけ。もうちょっともうちょっと。そうだ。マジか。そうだ。本当に嫌だ。惜しい。うぅ自転車足もない。煽りすらない。あれか。いやこれ3回なんで望みを。うわもうやだ。頼む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 。せっかく特変入ったのに。私の7点。ちょっと大のやる気が足りんなこれは。もう副船長悪くないよこれは今のは。いや本当にすいませんでした。悔しいな。ちょっとまずいよねこれ。これ本当にまずくない。あいつらやばい。船長。はいはい。SP 駆け抜けしてね。うん。まあちょっと、まあ、だいぶへこんだんですけど。うっやな。なんか謎にやる気がみなぎってます私。一周回ってね。一周回ってなんかお昼ご飯食べたからかな。
お昼ご飯食べたのと多分悔しさをバネにできたんじゃないかな。なんかちょっとやる気がなんか当たりそうな気がする。さっきより目が生き生きするもんね。ですよね、うんうん、表情筋が。船長もそれぐらいの気持ちで、うん、当たらないと思って打ってませんか。だ私絶対当たると思ってるよ。本当になんやったら前半に悪いところは出し尽くしたと思ってるから。あ、それなら、うん、もう後半はすごいことになりますね。一回当たってしまえば、当たりを引いてしまえばもうすごいことになる。止まんない。このままで終わるわけないじゃないですか。まあ、終わるわけないですよね、さすがにね。もうシンプルなこと言っていいですか。なんだい。当たる気がしないほらほら、私がずっと心の中で温めてたこと。いやもう思ったことは言った方がいいですよ。もっと船長ほらなんかネガティブとか言われるから。いやなんか逆にそのポジティブが怖いもん。なんか嘘っぽい。逆に逆に絶対裏でなんか言ってそう私さ落ち込んだ時にマイナスのこと言ったらネガティブってそう言われるわけよ、うん、ポジティブなこと言ったら怖いですか。なんかいや嘘っぽい。逆にね、嘘くさい難しいね感情の表現とは。お、ね、相手が俺を呼んでる。あった。今ありました。出てなかった。もう一回行きます多分。すごい。おーおーおーおお。頼む。白ショック以外頼む頼む。白ショック白ショックで全てが終わる。何を見てんねん。戻ってこい。やばー。めっちゃ久しぶりに見てんけど。めっちゃいい音したもんな。こんな安心できるのもないよ。ザコども成敗。おめでとう。素晴らしい。エビスさんみたいな目になってる。エビスヨン様みたいな。いやすごい。やりました。546回転。粘ったね。頑張った副船長。2回目の確変です。やった。なんか間違いないっていう当たり方するよな、さっきから。エイリアンと7点だから。いや、やばい。なかなか引けんよ、1回で。おめでとうございます。やりました。ちょっと私も追いかけるわ、とりあえず。そっちでちょっと私が当たるまでちょっと増やしておいてもらっていいですか。頑張ります。船長、ここで私ちょっと必殺技出します。なんだい。あれ、時じゃないの。おおこれ私もう北斗無双入っておい、もうトキ以外を選ばなかったんですけど、船長の隣の方がアミバで2万発超えられてたんで。あ、なるほどね。できるやつはアミバ。もうできるやつはアミバ方式。あ、いいかもしれんね、逆に。アミバ打法。うん、アミバ打法初めて聞いた。できるやつ打法。あ、もうザーついてる。いや、ちょっと本当にトキ以外でやるのが初めてだから、どんな感じかもわかんない。私もさすがにアメバ選んだことはないかな。マジ。ボコ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 。おお、テンパイ。こういう感じなんですよ。本当にやってないからわかんない。今初めて見た。これは強いよ。強す。やったね。さっきとは流れが違うぞ。あるんじゃないですか。ほらもう天才ですから、アミちゃん。でもこれで負けたらちょっとヒヤッとしますね。確かに。はい、結構食らってる。オッケーオッケー。ん、大丈夫か。隠れつけんか。
の序盤なんで。嫌な予感、嫌な予感。じゃあ、そんなことない。序盤やから。え、嫌な予感、嫌な。え、怖い、震えると思うんだ。大丈夫、大丈夫。落ち着いて、落ち着いて。お、4回目いきます。よかった。リーチにはなる。誰が出てくるからな。いや、もうさっきバットで負けたんで。もう一回さ、チャンスあるかもしれんやん。お願いします。なあ、強い。あら、アミーバーが勝てるわけなかろう。うぇー、いや、むちゃ、むちゃありすぎやろ。こういう日なのね、今日は。なるほどね。信頼度が無視やん。ついに千玉超えます。いやー、今のはちょっとさすがに当たらんと思ってたな。16ラウンドでお願いします。すごいね。うわー、まあまあ当たることに意味があるから。まあ SC なんだね。うん、今多分配信見てくださってるみんながみんな無理やと思ってたと思う。私も無理だと思った。私も無理やと思った。いや、なんならバットはいけると思ってたから。そうやな、バットに対してるよね。はい、そしてついに777回転到達いたしました。綺麗、綺麗っちゃ綺麗。綺麗やな。スロットやったらもう天井や言うてるよ。やばい、残り30回を切りました。本当の勝負は残り10回転やから。もう嫌だ、やめろ。一旦寝かせてみたら。おお、来た。頼む。相手は誰？相手は誰？ある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 、しんちゃん。今の赤堀の音さ、私自分の台やと思ってさ、見たよね一瞬。全然あるよ。もう3は勝利濃厚です。むしろさ。3なんで、もう余裕。安心して見れる。安心して見れる。あとは16ラウンドかどうか。あー、よかったって言ってる間に1個保留が入っちゃったんですよね。大丈夫大丈夫。だから休ませれんくなっちゃった。素晴らしい。あとは16ラウンドか引けるか。ギリギリ。いやー、いい当たり方やったな。いや、本当に安心できましたね。いやー、ダメか。ちょいちょい、まあ今のは当たってくれてありがとうか。また4ラウンドですね。当たったからまだ良かった、ほんまに。確かに、ちょっと大丈夫大丈夫とか言ってたけど、ちょっと駆け抜けるビジョンが見えてた。やばいですよね。怖かったよね今のね。いや、マジ怖かった。おい、当たりました、すごい。いいですね、やりました。めっちゃ気持ちいい当たり方するやん。いや、なかなかない。見えへんよな、こんなん。全然見ないですね、これは。いや、素晴らしい。 PKZ なんで16ラウンド残行。副船長覚醒したんちゃう。レインボー、うわー、いいなー。もうキリンがらって見てるだけでテンション上がるやんけど。嬉しい。安心して見れるのがいいよね、また。うん、やりました、素晴らしい。ありがとう副船長。やりました、ついに。やっと気持ちが楽になりました。
初の16ラウンド、ね、これは天才だ、いくぞ。ごめんなさい、ちょっと取り乱しました。じゃあ終わったよりクオリティ高かったあの抑揚のつけ方プロかなと思ったまだいける、ここで発展すれば、ねえ頼む、うん、あるかも、マジでいったやん、ねえならあるかも、6か、当たってしまえば、セリフが欲しい、おい、出た、あるかも、いやここは当ててほしいな、おーやばい、うまい、やりました、危なーせーふ、危ないこれはひりつくな、おめでとう、なんか安心させてくれないですね、残りあと23回か、怖っ、うわー、しかも16ラウンドよかったー、やばい、副船長の覚醒が目覚ましいんやけど、さーてと、ずっとうつむいてた今日一日空の青さに気づかんかった、そっか、空って青かったんや、お母さん、帰るね、私もうやりきった、悔いない、ロックマン貢ぎに来ました趣味は貢ぐことです、おわー、オッケー、奇数転敗、チャンスチャンス、オッケー、流れはいいぞ、これでは負けたくない、こういう時にセリフは、お、オッケーオッケー、オッケー、あー、ここまではうまくいかなかったか、まあ ST なんで OK です、お、一応表記で1万発いきました、50玉、回収11,770玉、20玉買った、小さなドラマが作れました、お疲れ様でした、船長、船長、なんでこんなところにいたんですか、見て空、え、青くて綺麗、まあ、いや空はいいから、青いやろ、何してたんですか、いや、これをちゃんと用意してたから、今
用意してたって、うん、これいやいや早まったらダメです違う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 そういうことじゃないから、うん、これちゃんと私が責任を持ってその辺で見つけてきたから、ね、よくわかんないけどこういうところでしか見せ場が作られへんからこれで最後の一手決めようってこと涙目ですけどはい、わかりましたはい、なのでこれで私今から決めるからよろしくってわけでまあそろそろ飛び出してもいいと思うねんここでな大取りで見せ場作らんと私ほんま積むから決めます確率的にはねパチンコよりはそうやでそうやで行くよ黒ひげ覚悟本日の公開も戦果なし